最近では学校の校歌にも携わっていらっしゃると聞いたんですけれども、はい、霧島高校という、はい、新設の高校が県立高校があって鹿児島県ですね、はい、そこの校長先生がこれから、うん、子どもたちがすごくこう親しみを持ってね校歌というものを好きになってくれるような歌を作ってほしいので唐島さんお願いしますっていうふうにオファーをいただきまして書かせていただきました。じゃあちょっとその校歌をお聞きいただきたいと思います。広い世界で人が出会って作り出すものそれが命雪解け春の湧き水のように僕は生まれたそんな気がする。何かを掴みたい一歩ずつでいいから効果いいですね。効果って普通ね、鹿島さんのアルバムの中に入っても全然おかしくない。おかしくないですよ。ありがとうございます。我々の時の効果なんだってね、もう山とかそうね。そうです。必ず出てくるじゃないですか。朝日になんとかそうですね。一時って感じですよね。完璧にもう J-POP になってるもんね。ああ、そうですかね。なんか子どもたちが、まあ、こういうねこう世知辛い世の中なので、うん、本当にその歌いやすい歌でみんなで共有する何かの中に効果があるといいなと思って、うん、町がねあなたのことを見てるっていうなんかそう町の霧島の町の人たちが応援してるっていうそういう願いを込めて作ったんです。これだったらそれ歩きながらこうね投稿するときに歌いながら行けるよね。かっこいいですよ。昔の高校なんか歌えたらな高校だったのに言われちゃうもんね。どうしたら高校歌ってなっちゃうんですよね。生徒さんの反応はどうでしたか。あ、本当に子どもたちもすごく喜んでくれて、曲を一曲書いたことでこんなになんか自分の知っているこの若い子どもたちがね増えてきたんだとすっごい幸せですし、とても歌の力っていうのをこんなところで感じられて幸せですね。でも効果いいですよね。それ意味ではね、学校がある限り効果って残るわけだから、ね、本当そうですよね。